国民民主党小沢一郎が発表、日米首脳会談で、本日、国民民主党の小沢一郎さんがツイッターにて、このような発言をしてしまいました。アメリカで大統領のご機嫌取りに必死な安倍総理、ゴルフで蜜月ぶりをアピール、もちろん沖縄の苦悩や県民投票の結果など、話題にされていない、異常な爆音に文句も言えず、兵器は品質に関係なく、いいねで爆買い。 貿易交渉は参院選後にと懇願。地球儀俯瞰外交、古代妄想、明らかに国民を馬鹿にしているとなっておりまして、こちら、酔っ払って暴言を吐く村本大介さんの発言みたいになっておりますが、小沢さん大丈夫でしょうか。この日米首脳会談において、トランプ大統領が安倍首相に対し、アメリカは日本社に関税をかけていないと主張。 それに対して安倍首相はすぐさま2.5%の関税がかかっていると反論しておりました。こういった貿易交渉や安全保障の問題についても、しっかりと適切な場で議論が行われるでしょう。また、小沢さんは地球儀俯瞰外交について古代妄想だと主張しておりますが、え先日、河野外相が延べ100カ国を訪問したと公表しました。 世界の国の数、196カ国でありますので、半分以上は回っていることになります。こちら、小沢さんは古代妄想だと主張しておりますが、小沢さんが被害妄想ではないんでしょうか。また、こういったトランプ大統領とのゴルフ、ゴルフですね、18ホールすべて回りますと、最大で5時間ほど、また、ハーフの9ホールだけ回った場合でも2時間ほどかかりますので、 こういったゴルフを通じて、ゴルフ外交が行われているんじゃないかと思われます。小沢さん、こういった批判をしてもですね、国民の支持を得られないことは、国民民主党のもう亡くなってしまった消滅した自由党の支持率を見れば明らかでありますので、こういった何の意味もない 批判のための批判、反対のための反対ではなくて、しっかりと国会議員として、国民のために、日本のために、仕事を、政治をしていただくようにお願いいたします。以上になりりまますごご聴いいたただきありがとうございました